結構恥ずかしいんだけど、マスクしてツインテールで帰ってきた今日配信するために、配信するタイムツインテールで帰ってきたよ。偉くない？みんなのために。さすがにちょっと偉すぎか、上すぎ、こんぐらい。そうじゃーん。ツインテール。みんなさ、10代のツインテールを目に収めといてください。もう20代になったらやっぱりさ、10代っていう言葉の重さ、これを皆さん受け止めてください。みんなこの今、この本当にこの今、時間を大切に目に焼き付けてください。本当に10代のツインテールを。よかったね、私が早生まれで。みんな10代の竹本くるみを、なんていうの、ちょっと長く見れるね、早生まれだから。そうよ、やっぱ20代になったらまた同じなんですけど、人間は同じなんですけど、やっぱりその高校生の制服みたいなものがあるよね。10代のツインテール、高校生の制服、小学生のランドセルみたいなものです。本当にそういう気持ち。10代というブランド、私は手放してしまいます。20代は何だろうね。20代って何だろう。20代って何ですか。20代って何。今日行ってよかったってね、行ったでしょ。私はマネージャーさんに許可を取って、みんな、しかもさ、二次応募みたいな来てたじゃないですか。今回は完売がなかったので、完売じゃなかったので、今日はね、だからあれですよね、売りたいですよねみたいなちょっと生々しいな、売りたいですよねみたいな話して、これもう匂わしちゃっていいですかみたいな、みんな来てほしいですよねみたいな言って、配信で言ったんですけど、それでもなお言っとけばよかったという人がいて、だから言ったじゃんって、私は来ておけばよかったってじゃん。そういうこと、そんな感じよ。まあ、お乳も二十歳になってもまだしますけどね、可愛い曲もします、たくさん。やっぱ若いうちにしておいた方がいい、これはすごく思いました。なんか、なんだろう、2年前3年前、なんかストーリー、インスタのストーリーにあげたのが2年前って書いてあったんだけど、あれが2021年の11月ぐらいなんだよね。だからまあ3年前なんだけど、2年と、あ、違う、3年と3ヶ月ぐらいなんですけど、ん ?3 年と3ヶ月?違う、2年と、ダメだ、わからない。2011年だったんだよね。で、2024年の2月だから、2年と10ヶ月?まあそんな感じ。うん？ちょっと待って、待って、でこれが、2011年で、2023年で、1年、2年、21年、2年、
分からん、分かんない、分かんない分かんない、もう、まあ、そんな感じです。 2年と3年の間ぐらいかな、だから2年と3ヶ月だから、だから、あの頃はまだ高校生、高校今19歳、はい、大学高校3年生、高3の卒業前みたいな感じ、多分高3の卒業前ぐらいみたいな感じです。そう、でもあの頃はなんかまだまあまだとか言って、なんかまだね、なんか自分でもなんか私は若い方なのかな、若い方ってかなんて言うんですかね、まだフレッシュみたいな、心もフレッシュ、天使の尻尾キワやったーみたいな感じだったけど、なんか今日やって、でコッペがさ、またあの子中2じゃん、大人っぽいけど中学2年生じゃん。でいつも今回はそのリナとかあの安定したメンバーだったんだけど、同期とかがいたりして、で大人っぽい、顔も大人っぽいじゃん、ココッペ身長とかも。でもなんかユイナとかハンチャカもでかいけど、ハンチャカとかにもしな並んでやったとしたら私は耐えられないってぐらい、あの結構今日でも結構うっっていう感じだった、うっってえっって思いながらやったぐらい結構ね、なんていうの、なんか自分的にはやっぱりさ演者だから可愛いでしょって思いながらやってるけど、ファンの方々の顔を見れなかったなんか私のファンの方はすごい嬉しそうなの、すごいニコ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 してるんだけど、なんかさ、その一番後輩とかだったら、あの子可愛いねって思いながらさ見るかもしれないけど、なんか6期生のファンの方から見たら、いやもういい大人が何してんだって思われたらどうしようとか思って、なんか若い子にやらせとけよみたいなね、思ってるんじゃないかなとかさ、なんか思ったらちょっとさうーってなったよね。そうそう思ってしまったよ。そんな感じです。だからもう今日はで、まあこれからも多分天使の尻尾やることもあると思うけど、あると思うんだけど、今日はもう10代最後のなんかフレッシュさというか、まあこれからもフレッシュにやるんですけど、ちょっと振り絞ってしましたはい、そんな感じです。ね、もうさ時が経つのって早いよね、本当にびっくりしちゃうね。なんかね、時がだってもう中3だったんですよ、私は中3だったのにもう20歳ですよ。どうする、あ、玉が来てる、好き、ありがとう、勇士、クル天使に出会えてよかったって、よかった、ありがとう見に来てくれて、多分私が見に来た方がいいよって言って来てくださった方かな。お仕事もある方もいらっしゃると思うからさ、そんな全員が来れるってわけじゃないけどね、来てよかったね今日は、ありがとう、私も好き、ありがとうね。そうなのよ。でもさ、そのもし私が40代になるとして、
40代から見たらまた20代の自分っていやあの頃若かったなとかさね思うんだろうね。なんかさ人生人生だね本当にね。そんな感じどんな感じやねんって思ったよね。一番可愛い時期見えてるの幸せって。そうよ一番可愛いってこれからも可愛くなるよ。嘘です、嘘ですとか嘘ですではないけど、ちょっとこれからもうただ老けていくだけみたいな言い方しないでよ。一番可愛い時期っつっておいおいおいと、ちょっとちょっと可愛いを更新していけるように頑張るから、ちょっとそんな冷たいこと言わないででもさ顔もあんま変わってないよね。ちょっと太ったかなぐらい、ちょっと太って顔ぷっくりしたかなみたいな、ごめんなさいみたいな感じだから痩せます。生誕までにはね痩せるんって決めてる。ちょっと頬の肉をふってしたいから。でもね顔とかなんだろう、あんま変わらないよね。メイクの仕方も変えてないし、なんか意外と変わらないよね。ね、あのカメラの画質が良くなったって感じ。でもカメラも変わってないのこれ。多分カメラアプリの技術が進化したのかな。カメラの画質が良くなったぐらい。ピーポーピーポー頑張れ、助けろ、急げ。ね。はい。そんな感じでございます。生誕終わったらカレネットが入ってる。そうね。生誕終わって、でサンパレス、生誕とサンパレスは込みでダイエット期間なんです。私の中で。生誕プラスサンパレスまでダイエット期間だから、サンパレス終わったら行く。サンパレス終わったら、でもね、あの私はあの2人でご飯行ける人がそもそもエレちゃんぐらいしかいないの。あの会話がなんかみんなのことは大好きなんだけど、メンバーのことは大好きなんだけど、あのたまにさなんかシーンってさなる瞬間あるじゃん。誰しもさなんかその仲良くなったとしてもシーンってなることあるじゃん。それがガチでうーってなるの私は。うーって、でそれがあのまあ話すんですけど普通に、それがあのプライベートでもそれでも耐えられるというか、それが全然違和感がないというか、なんていうのかな、あの自然体でいられるのがエレちゃんなので、あのエレちゃん以外とあまりご飯行かないですけど私人見知りだから、そうなんかあのすごいね、あの本当にごめんなさいなんだけど、考えすぎちゃっては、そんな、なんていうの、ご飯行った後に、まあ、あの会話こう言えばよかった、あこれ言えばよかった、あこれなんとかだったかな、これなんとかだったなみたいな、もうその次の一日はずっとそればっかりなの、頭の中が、あなんとかすればよかったかな、あれってこういう嫌味を言われたのかな、いやそんなことないはずだよなみたいな、あの子優しいしなみたいな、もううわーって駆け巡るちゃうの、もうずっと、もう一日中とか、もうなんか1週間ぐらい経ってもその人の顔を見た時にすって、あこういうのよかったかな前みたいな思い出しちゃうんだよね。それがもう多分私は考えすぎちゃう性格だから耐えられなくて、もうそういうのを後々あなんかこれ言えばよかったなみたいな、こういうのすればよかったなとかを感じ
考えるけど、考えるネガティブなことを考える時間が少ないのがエレちゃんだから、エレちゃんと行きます。エレちゃんと行く時も、あ、エレちゃんにこれ言えばよかった、これ言ったらなんとかなったかなとか考えるけど、毎回そうだけど、あのネガティブの感情で終わりにくいというか、ポジティブな気持ちにさせてくれるとっても優しい先輩なので、そうだからゆりちゃんは本当にいてくれてよかったなって思います。悩みを相談とかしたりするのも、もうゆりちゃんぐらいしかね、あんま本音は話さないですから、大好きです。その多分ね、そういう人なんかね、考えすぎだよってね、お母さんにね結構言われたりするんだけど、なんか考えすぎだから考えるのやめなさいって昔から言われてるんだけど、無理なの、考えることはできないんですよ、考えないっていうことはできないから、もうそういう人だなって自分を受け止めることが一番自分を肯定できるなって思ったよね。あともう避ける、あの自分が後々嫌だなって思うことは避けるっていう、そう疲れない選択肢を選ぶっていうのを決めました何の話で、それでなんか MBTI みたいなやつがあるじゃん、だから私はどういう性格なのかなって思ってやってみたの。でもあんまり信じないタイプなの、そういうのは。なんかいや、そんな決めくくらなくても、そのくくられた中でも性格あるからみたいな、私はタイプだったんだけど、なんか出たのがなんか INFP みたいな感じで、なんか INFP って次のなんか空欄みたいな検索のところを出てきた時に生きづらいって書いてあって悲しいって思って、でもなんかそういう共感できる人はたくさんいるのかなって思ったら、あ、やっぱりいろんな人がいて人間だよねみたいな思った。悲しい。だからね、生まれ変わったら私は次もう来世はもう真逆になりたい。まず性別は男の子になって、もう男の子になって、もうポジティブ人間みたいになりたい。来世は、パリピな陽キャの、男子でよろしくお願いします。神様、神様見てる？来世よろしく、うわーいみたいな生まれ変わりたい。チャラチャラくる、チャラくなってみたい一回、うわーみたいな、うわー そこの女の子来たよーみたいなうわー今日ボーリングしない、うーみたいな、やってみたいそんな感じ。はい、かわいくないこれ、私の大大大好きな編み込みカチューシャ、これをいつかな、でも2年前とかはずっとしてたの。私はもうこれのブームが自分の中にあって、もうずっとこれしてた。覚えてる方いるかな、もうずっと編み込みカチューシャにツインテール、これがマスト、これずっとしてた。ちょっと昔の写真掘り返してみようか、懐かしいな。覚えてる方いるかな、これが一番盛れるんですよ、顔が、私の顔はこの髪型が盛れるの。
君どこぐらいかな、君どこかな、ドゥラブミーもそうだった。ほら、あ、これお芋さんだ。ほら白すぎて何も見えんがなって。ほらこれお芋さん、ほら同じ髪型、ドゥラブミーの時も。あとはここら辺じゃない、あ、ここら辺、ここら辺。あ、これは編み込みカチューシャしてないけど、なんかここが私の中でのポイントだったの。ここなの。高すぎも低すぎもなく、ここみたいな自分の中であってさ。これいぶきとだ、懐かしい。観覧車のセンターを二人でした時、これ観覧車のセンターの時だ。すごい嬉しかった。これもここ。そうで、巻きはこっから始めるとか、めっちゃこだわりがあったの。めんどくさい女、懐かしい。なんか変わってるようで変わってないようで変わってる感じがする。あ、ほら、これはハートの独占権だ。これはポニーテールだけど編み込みカチューシャ。これリコピさんとハートの独占権。これも編み込みカチューシャ、ポニーテールの。これにずっとハマってたんだよね。最近しなくなったけど、懐かしい。そうだから、あの昔やってたやつをやりたいんですけどみたいな、今日言ったの。あの昔私がやってたなんかツインテールをしてもらいたいんですけどって思って、こう写真を出そうとしたのよ、そのメイクさんにね、ヘアメイクさんに。そしたら、あ、わかるわかるみたいな感じで、あれねみたいな、ずっとやったよねみたいな感じで、私が何も言わなくてもこれを作り上げてくださったの。それくらい本当にずっとやってた。寒っこの部屋。あれ、あ、洗濯物が邪魔してるんだ。風を全部吸い取ってる洗濯物。ね、ずっとねやってたんだよね。あ、タワー来た、ごめん。葵ちゃん、今日嬉しい。そして明日明後日もよろしくね。よろしくね。今日はあの推しメン2人いましたね、愛知と私とね。楽しそうで何よりでした。ありがとう葵ちゃん。そう、定番。シアターの女神公演したい、リバイバル公演見てもうしたいってなった。ってか舞さんがガチで可愛い。ってか舞さんも顔変わらないタイプですよね。舞さんガチで細い可愛い女神。ドゥ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 。しかもなんかそのシアターの女神公演、今リバイバル公演でやってるんですけど、なんかすごい私から見たら結構先輩方は大人の方なんですけど、なんかその時の自己紹介が、はいこんにちはみたいな、みなさんとかが18歳とか17歳とか16歳とか、今の私と同じ年齢ぐらいなのにこんなしっかりしてらっしゃるんだって思って、
あ、私本当にしっかりしてないなって思っちゃった。めっちゃさ、なんか MC とかもうまいですし、なんかしっかりしてらっしゃって、なんか待って、やばいって思っちゃった。自分と同い年じゃん、この頃の先輩方みたいな感じ、すごいよね。もうね、どの世代の子ももうそうなのかな。ねえ、ごめんなさい、あくびが出ました。はい、じゃあね、変わっていきたいですね、成長をしていかないと。こないだね、なんかなんだっけ、なんか面談みたいなやつがあって、で、あのメンバー一人一人とね、普通になんか悩みとかありますかみたいな、とか今どうですかみたいながあったんですけど、なんかファンの人数とかを自分が知りたければ聞けたりするんですよね。ファン、なんかそのちゃんとした数字ではないけど、どれくらいの人数の方が握手を売ってるのかとかを知れるんですよ。推し登録とか、なんか一人につき多い人なのか、それともなんかたくさんの方がいてなのかみたいな、そういうのがあるんですけど、なんか私は3引くどん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 増えてってるんですよ、そのシングルごとに、シングルごとの換算なんですけど、シングルごとに増えていってて、君どこかな、ドゥーラムミーとかかな、そこら辺、初選抜とか、初選抜が固定してきたぐらいがすごい一番増えてて、でそこから減らず結構順調に増えてってるんですよ。最近はなんか前のペースではないけど、ちゃんと増えてってるみたいな感じなんですけど、前はね、なんかやっぱり注目度、初選抜に選ばれたり昇格したり、注目度がある時はバババみたいな感じで増えたんですけど、そう、でもそのバケツの今回のやつを見たら、そのまだそのなんていうの、オンラインが残ってたりするのもあるし、まだ受付が終わってない中でのなんか計算だったりするからしょうがないんですけど、減ってて初めて減ってました。びっくり、私もあって思って、これはどういうことでしょうかみたいな、これはやばいですよねみたいな言ったら、やっぱ後輩に流れてる後輩にやっぱり流れてるのもあるし、まあ、その先輩方がと一緒に買ってた方が卒業もうおたそつされたりみたいなのを聞いて、あ、やばいと思って、そう、もっと魅力を、自分の魅力を高めないとまずいんだなって思ったよね。うん、やっぱりね、みんなね、よそ見するのもいいですけれども、でも確かに飽きたら、飽きてそれでも押してくださいって言ったら強制になっちゃうから、それはおすすめしない、もう好きな方を選んでほしいけれども、私もやっぱりそういう数字を見たりすると、あ、やばいみたいな、需要がないみたいな、自分には、に魅力がもうないんだなっていうのをやっぱりどんどん分かってきちゃうとね、悲しくなるので頑張りたいなって思いました。まあ、その人気があるうちといいますか、
自分に自信を持てるぐらいのなんか結果があるうちはたくさん輝きたいなと思いますので、もうこれでもどんどん減ってったらもうねもうどうしようっていうことになるので、私もまあ試行錯誤をしながらそう頑張っていきたいなって。でそしたら7期も増えたらさ、また減ると思うし、減ると思うしとか言って、でもその分ゲットできればいい話だから。そうでもみんなが行くなって言いたいところだけれど、私も先輩方のファンが来てたりしてここまで育ったりしてるので、それはもうしょうがないことだとは思いますが、私もねその後輩に流れる分自分で新しいファンをゲットしないとまずいなって思いましたね。それで自分がゲットしてこう HKT に流していけるのがなんかセンターの役割だけど、なんか何もできてないなって思ってちょっとね悩みました。そうパジャドラとかなんてさ、しかも昔から見てる方もさ多分今どういうのやってんのかなって入りやすいものだと思うから、今のメンバーでの魅力も出していけるように、まあねみんなでパフォーマンスのレベルとかも高めていかなければいけないと思うし、まあユニットとかがシャッフルになることでなんていうの、もうずっと同じことやってても嬉しい方は嬉しいと思うけど、まあ、変化がないとあれなので、これからたくさんシャッフルしてみんなが楽しめるようになっていければいいなって思います。寒いな、これ何度にしてるんだろう。ちょっと温度高めてきても良い。ごめんね。26度にした。ちょっと暑いかな。でもさ私のお家のエアコンがちょっと多分古くて寒い、寒くて唇が震える。はい、でもこのヒートテック乾いてるんだと思うんだよね。乾いてるよね。うわいい匂いだ。柔軟剤変えたんだ。なんか流行ってるのにね変えたんだよね。そしたらめっちゃいい匂いだ。よしこれで風は来るでしょ。風が吹いている。なんかね寒がりなんだよね、冷え性でさ。寒くてすごい唇が震えてるよ。寒い、寒いな。花ちゃんいつも寒いって言ってるって。でしかも花さんさ寒いって言うじゃないですか。で部屋の温度何度ですかって言ったら花は21度って、そりゃ寒いわっつって、もうびっくりしたよね。どうしてるんだろう、あの寒がりの花さん21度でやっていけてるのかな。部屋は21度って言ってたけど寒くねって思ってしまったよね。
もううーんって言いながら過ごしてるのかな。めっちゃ着込んでるのかな。こうしながら。花さんは絶対27度ぐらいがいいですよって。27度にしてください。こちらが不安ですって思ってしまったよね。さ、それ大丈夫ですか。風邪ひきませんかみたいな。こっちが思っちゃって。でもなんか節約とかをねしてるのかなって思ったら、あ、それはすごく大切なことだから真似しなきゃいけないなと思ったんですけど、やっぱ耐えられない。私は寒いです。さすがにとても寒いです。あー、カーペットね、電気カーペットね、いいよね。ね、カーペット私もこれ対応してるんですよ、今引いてるカーペットが。あの、なんだっけ、あの、あったかいカーペットだから私も買おうかなとか、てかこたつとか買っちゃおうかなって思ったよね。ホットカーペットだ。ホットカーペット買うか、こたつにするか。でもこたつにしたとって今の机が結構お気に入りなんですよ。この下にある、みんなの下にあるこのね、結構透明のガラスっぽいなんかおしゃれな机なんですけど、これがお気に入りだし、置く場所がないからこたつ、うーん、みたいなね。抜け出せなくなるよね絶対。いやー困るな、それはこたくるみになってしまう。こたつむりならぬこたくるみ、本当に動けなくなっちゃうよね。ホットカーペット買おうかな。でもホットカーペット買ったとてソファーにいるんですよ普段は。だからソファーにいるんだったら意味がないですよね。そう考えたらもう我慢するしかないのかなとか思ったり思わなかったり。すごいあくびが出る、寒いからかな。電気羽毛はこれだよ、これ電気、これあったかくなるやつです。これもう本当に寒い時はこれでもうくるまってあの暖かく過ごしてる。これおすすめ、すごくフランフラン、おしゃれだしモコモコだしあったかいので、でしかも電気もそんなにかからないのでみんなおすすめ。ツインテールが寒い説、確かにこの首元が開いてるから寒いのかな。ねえ、寒い、これ寒い、首が寒い、めっちゃ寒い。あ、もう風が吹いてるが抜けなくなっちゃった。次はずっと風が吹いてるがもう頭から離れん。トゥ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 ってずっと流れてる。最悪もうわーっつって、でもなんか今日めっちゃなんていうの、疲れないって思ったの。結構今日疲れなかったの、なぜか、なんでだろうって思った時に、あ、髪の毛上げてるから暑くないからだって思って、やっぱ髪の毛がなんか下にタラーンってなってるとめちゃくちゃ暑いし重いから、髪の毛のおかげだって思って。そう、夏は
上げないときついよ。パジャドラマ結構羽ピョンピョコピョンピョコしてる振りが多いからさ。体力戻ってきた。ちょっとだけ戻ってきた。最近なんかあんまり食べるけど、公演前に食べ過ぎないっていうことをしたら体が軽くなって結構動けるようになったので、あんま公演前に食べるの良くないなって。そういつも、しかもオープニング終わった後にもうなんか食べたものが出てきそうになるの。だからあんまり食べ過ぎ良くないなって思ったので、そうあんまりね、それをここから心がけてる。うん、なんかいっぱい食べた方が体力つくかなとか、ヘラヘラになんないかなとか思ってたくさん食べるんですよ。あとなんかお腹空いてなんか集中できなかったらどうしようみたいな、パフォーマンスに。そう思ったんだけど、体が重くて集中できない、逆に食べ過ぎると、うん、気持ち悪くなる、食べた直後に公演すると。なのであんまり食べ過ぎない方が良い。みんなもあれじゃない、コールとかするときご飯食べ過ぎたら気持ち悪くならない？そんなことない。あ、糖分を取る。なるほどね。じゃあ、あれか。なんだっけ。なんとか、ブドウ糖とか。取っておいて集中力みたいな。すごいあくびが出る。公園の前には食べ、公園の前には食べない。あ、そうなの。終わった後に食べる。あ、終わった後だってさ、みんなさあれでしょ、打ち上げとかするんでしょ。もうそれのために来てる人絶対にいる。メンバーのために来てるんじゃなくて、打ち上げするために公演来てる人絶対いると思う。ね、本当にそう思う。今日はなんかだっているもん、たまに。今日は誰々と打ち上げとっても楽しみ、公演もみたいな。公演もじゃねえよって、公演が一番大切に してって思って。そう、打ち上げ楽しみ、公演もみたいな。ついでみたいな。ちょっと公演が基本でお願いします。後付けされちゃった。まあね、あれですよね、オタク同士で趣味についてね話すのってすごく楽しいですよね。やっぱり今日こうだったねとか、最近このこうだよねとか、わかるみたいな、ね、いろいろ会話するの楽しいと思うけど、どうする？逆にもう打ち上げ大好きすぎてさ、公演来ず打ち上げだけ参加しますみたいな人出てきたら困っちゃう。やめて、ほどほどにね、こっちを楽しんでほしい。こっちを楽しんだ上で聞く、こっちの感想みんなで言い合おう。さすがにね、さすがに今日の感想をみんなで言い合おう、ね、たまにいるって。たまにいるの？本当にいるんかい。本当にいるの？ちょっと例で言ったんだけど、たまにいるって小声って、マジか。ちょっと来てください。公演はマストです。これは参加権ありません。参加権なし、打ち上げ禁止、公演来ないと。勝手に決めた。公演来ないと打ち上げの参加禁止。はあ、もうついでだ
けはもう本当にちょっとそれはこっちの責任でもあるわ。ちょっと来たいって思わせないと。あ、仕事がね、仕事、いや、それはそうしょうがないですよ。仕事中に公演やってて、で今日どうだったとか聞くためにみんなと、なんていうの、オタク友達と会うためにそこだけ参加するとか、もう仕事をしてたとかしょうがないです。それはしょうがないけど、ね、それはしょうがないです。うん、面白いみんな。もうめっちゃ楽しそうなんだもん。あの生誕後とか一番楽しそう。なんかさ、まだ私はさ、なんていうの、公演終わってでなんかみんなで反省会とかして、で家に帰って SNS 上げてとかしていろいろしてるんですけどね、あのツイッターを見て今日どうだったかなってエゴサしたら、竹本くるみちゃんのケーキをみんなで食べましたみたいな、打ち上げみたいな、打ち上げで食べましたみたいな書いてあって、おい待ってと、本人まだケーキ食べてないよってもうみんな本人より先にケーキ食べてるのって、そういうことあります、めっちゃ楽しそうみたいな、なんか本人不在のって書いてあるけど、本人参加したいレベルでめっちゃ楽しそうなんだよ。え、私より楽しんでないみたいな、私より楽しんでるやん絶対みたいな本当にみんな可愛いです、ありがとう、うん、結構こっちはなんか母と二人でボソッとなんかテレビ見ながらやってんだけど、めっちゃ楽しそうなの打ち上げとか、今日は今日の、ね、今日の公演を語り合ったりみたいな、ケーキを用意したりみたいな、本人より楽しそうにしてるよ。ちょっとみんなあのズームでいいので、あの参加させてください、それぞれの、あのそれぞれ、まあ、いろんなところで行ってると思います。もうね、地方でも東京とかでも友達同士で、私の誕生日を祝ってくださってる方がいると思いますけれども、あの全てあのズームで私を参加してください、よろしくお願いします無理だけどそれぐらいのレベルで楽しそう、みんなと過ごしたい、ズームで一人一人回っていく会場、どうみたいな、みんな楽しんでるみたいな、イエーイ楽しんでる、バイバイっつって、で次の人行って、どうみんな楽しんでるっつって、楽しそうお邪魔したいな、やばい、もうこんな時間だよって、みんな時間経つの早いよね、今日いつから始めた、もうちょうどあれか、まだか、あと10分ぐらいで1時間経つぐらいかな、じゃあそろそろあれですね、歌を歌って終わろうかな、聞こえますか？ちょっと待ってね。 OK です、はい、よし、じゃあ今日は何を歌いますか？しっぽは DMM を見てください。DMM をたくさん見てください。どうしよっかな、
どうしようかな。そう、もう少しでアーカイブが始まるので皆さんそちらをご覧ください。抱きしめちゃいけない、懐かしい。抱きしめちゃ、リフレイ、オネストマン、オネストマンいいね。X の写真可愛すぎたって、やった、嬉しい。カラコン、カラコンウインク、まだ入ってないんじゃない、披露したばっかりだからね、覚えれてないし、まだ。センチメンタルトレイン、最強ツインテール、あ、最強ツインテールいいね。でも最強ツインテールの A メロ B メロ結構あやふやだったりする。最強ツインテール、いいね。ちょっと待って、確認する、 A メロ B メロ。あの難しい、難しいから、あの歌ったことないので、間違えます、間違えます。あ、え、こんな練習してない。ちょっと待って、それはさすがに許せません。こんなに練習してないのはさすがにね。え、ちょっと許せません。あ、ございません。え、こんなに練習したのに、悲しい。ちょっと違うやつお願いします。ツインテールつながり、ツインテールつながりなんかないかな。ないな。ないです。なんかない？みんな聞きたいやつ、もう時間ない。キャー、ちょっと先にあれしとこ、ランキング読んじゃいます。13位、ここで13位、ウィル6番さん、12位、イブシギンさん、11位、クロちゃん、10位、昔は美少年さん、9位、ブンタ、8位、MJ ジュンヤさん、7位、シカゴのタクちゃん、6位、モエピ、
5位マシャ、4位ポンさん、3位ユーシ、2位アオイちゃん、1位アスカでした。ありがとう。ちょっと危ないんで。ヘタッピーウィンク、あ、いいね。第一ついて、第一ついて、そう、ツインテールはもうしないも歌おうと思ったんだけどなかった。何聞きたい、みんなどうする、どうする、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、イラつい、イラついね。チュ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 。ない、全部ツインテールなんか禁止でもされてるの。イラついないです。そんなことある、なかった、全部ない。ツインテール禁止かも、ワンちゃん。そんなことあるかい。イラついないよ、なかった。バンされる？ツインテールするとやばい、さすがにやめてください。ちょっとどうしよう。ジェリービーンズ、え、懐かしい、ジェリービーンズ歌ったよね。マリアもね、ない気がするよ。公演曲はね、ない気がする。わかんない、あるかな。シンクロ、ちょっと助けて、助けたー、助けてー。シンクロ、シンクロ歌っとく。もう何でもいいよって、あ、めんどくさくなったでしょ、もう何でもいいよっつって、めんどくさくなっちゃダメです。ちょっとすいません、優柔不断な人なもんで。シンクロでいい？シンクロにします。曲選びで10分経過してるって、ちょっと経過しすぎる、やばい、もう2曲目歌えないんじゃない、ギリギリって感じ。優柔不断が出ちゃいますね。天使の理解非常口抜けて教室までの最短コースさ、ふと隣を見たら遅刻常習犯、君と競い合ってた。螺旋階段登ってゆくとき、制服のスカート短すぎるよ、あと数秒後には始業チャイムが鳴る。そんなこと気にしていられない、
生の話は眠たくなるよ。合ってる？窓の向こうを見たら遺伝子組みで君もまた授業後に飽きていた。ちょっと不思議なくらいに同じ行動をしてる。何が好きとか何が大事とかきっとピンとピンとピンと一致するんだ。どんな漫画とかどんな音楽とか二人のセンスでシンクロときめき。この息遣い百の打ち方僕はドキドキドキ恋の予感吹き出す汗も乱れる髪も二人の気持ちでシンクロ中惹かれてゆくのでシンクロときめき。次の曲みんなもうカモン。次の曲ギリ間に合うよ。次の曲カモンリクエスト、yeah. リクエストかも。オネストマン、みんながじゃあみんなが大好きなオネストマンを歌う。チャイム鳴ったら誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたってもっともっと大事なことがある。グラウンドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ自分に正直に俺は生きたい。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな過去があるんだって溢れるその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。窓に鈴なり野次馬たちよ。耳の穴をたこじて聞け。天才なんか構わないんだ。ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな青空大の字寝転び叫ぶ。後先考えずに俺は生きてる。君が欲しい腹の底から言おう。何を隠して偽りたくはないんだ。君が欲しいどんなドン引きさえだってせいぜい堂々とぶつけてみる。もし
いきますよ。はい、もっともっと、もう一回。君が好きな、たとえ振られたっていい、本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きな、どんな過去もあるんだって、あふれるその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。ありがとうございます。ギリギリ、おー59分。皆さん、あ、皆さん、明日は土曜日、明日はオンライン握手会です。皆さん来てくださる方楽しみましょう。あの生誕 T シャツ着ます、明日は。それではおやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさい、ギリギリ、バイバーイ。